ある日、一人の女性が一年に一度叶うとされる願い星に願い事を言いました。願い星様、お願いです。子供がいっぱい欲しいです。願い星は女の子の願いを叶え、子供を授けました。それから女の子は赤ん坊が生まれるのを楽しみにしていました。今日はいい天気ですね。ママ栄養いっぱい足りますからね。そしてついに生まれるのでした。さあ早く深呼吸して、せーの、ヒッヒッフー。なんと3人の子供を授かったのでした。あれ、まだミミちゃん来てないね。ね、最近よく遅刻してくるよね。みんなおはよう。ミミ、最近遅いけど、なんかあったの？最近朝弱くてさ、全然起きれないんだよね。いやー、さすがに子供3人も生まれたんだよねって言えない。そうなんだ。なんかゲームとかハマった？ゲームっていうか、育成の方が忙しくて。育成ゲームのこと？そうよし、じゃあ授業始めるぞ。教科書24ページ開いて。まつりちゃん、ちーちゃん、こっちゃん、大丈夫かな？というか、普通に赤ちゃんだけ家に置いていくのは危なくない？よし、じゃあこの問題を。はい先生。じゃあミミ、うんこ漏れたので帰ります。ごめんね、ママ帰ってきたよ。よかった。くそ、これもしかしてうんちしてる？こういう時どうしたらいいんだっけ？そうか、おむつね、今買ってくる。どこだっけ？あったあった、よいしょっと。ミミちゃんだ。なんでおむつコーナーなんかに？これで泣き止んでくれるかな。まさかミミちゃん、子供が？スクープ。学校でもママと一緒でちゅよ。でもみんなにバレたらダメだから静かにしててくださいね。ミミおは。何その荷物？荷物なんて失礼ね。この子たちは。いけないわ、私。え、この子？ってくらいこのカバンが大好きなの。先が思いやられるわ。ミミ、今のは？最近親戚の子がよく遊びに来てて、カバンになんか入れちゃうんだよね。困っちゃうよね。なんだ、てっきりミミちゃんに子供がいるのかと思っちゃった。聞く。まさかそんな。やばい、一瞬の油断も許されないわ。はい、じゃあ教科書24ページの問題を。ミミちゃん、どうかしたの？ミミちゃん、おかしいよ。いや、なんでもない、なんでもない。怪しいな。そのバッグに何か入ってんのか？まずい、赤ちゃんがいることバレてしまう。もしバレたら、子供たちはどうなるの？いや、子供たちが連れて行かれちゃう。くっそー。何これ、うんこの匂い。なんでこのうんこの匂いすんの？実はカバンの中にうんこ入れてきちゃったんだ。早くトイレに流してこい。不幸中の幸いだけど、学校でうんこするなんて。もう学校で泣くのやめて。
腹すいた。早くなんか作って。もう待ちきれないよ。子供たちが成長してる。なんで？早く。ああどうしよう。私ご飯作ったことないのに。みんなお待たせ。ごめんね、時間かかっちゃって。おいしい。よかった。行けない。学校行かなきゃ。みんなもう大きいからお留守番できるよね。はーい。なんだミーミーはまた遅刻か。すいません遅れました。おい最近遅刻多いぞ。すいません。あと後ろのその子たちは誰だ。ちょなんでついてきたの。だってママがいないと寂しくて。それに私たちまだ子供だよ。お金もないし家にいても退屈だし。そんなこと言われても。もうママは私たちのこと嫌いなの。いやそんなわけじゃ。もういいよみんな行こう。まつりちゃん泣かないで。行こう行こう行こう。ミミ大丈夫なのか。あの子たちは。私も誰か知らないです。私はもう限界でした。朝も夜も子供たちのお世話で睡眠不足だし、子供のお世話ばかりで最近の話についていけないし、みんな遊びに行くけど私はスーパーに寄って帰ったらご飯を作る毎日で、はあ、私一体何してんだろう。私も普通の高校生がしたいのに。お、もも、みんな帰ろっか。ママ、今日の夜ご飯何？今日はカレーだよ。やったカレーだ。早くお家帰ろう。私も手伝う。確定だ。ミミちゃんには子供がいる。ふう、危ない。今日は遅刻しなかった。ん？みんなどうしたの？ミミ、子供いるの？え？なんで？隣のクラスのおかゆちゃんが言ってた。本当なの？ミーミー。それはっていうか、高校生で子供いるってヤバくない？ねえ、ミーミーちゃんって普通に真面目な子だと思ってたんだけどな。一人で育ててるってことはパートナーに逃げられたのかな。3人いるって噂だよ。普通にエグいな。私、もう子供いらない。自分の自由はないし、わがままばっかだし、自分にお金使いたくても子供たちの生活費で全部消えちゃう。みんなと放課後遊びに行きたいけど、毎日スーパーに行ってご飯作って勉強もしたいけどそれ時間ないし、もう私子供なんていらない。ただいま。ママ誕生日おめでとう。みんな。ママ、いつもありがとう。学校で大変なのに私たちを育ててくれてありがとう。ママは私たちの自慢のママだよ。ありがとう、みんな。私も大好きだよ。ママ、今日はね、言わないといけないことがあるの。ん？言わないといけないこと？私たち、そろそろ消えちゃうの。ママ、これでママはもう自由だよ。どういうこと？もう私、子供なんていらない。まさか。そんな違う！そんなつもりじゃないの！ママが大きくなったらまた会えるの？うん、私たち少し若いママに会いに来たの。だから私たち、また生まれるのを楽しみに待っているね。みんなみみちゃん？ミミちゃん？え？はあ、やっと起きた。次移動教室だから行くよ。夢？え？何？夢見てたの？寝不足？うん、私夢見て夢ができたの。はあ？何言ってんの？まあ高校生には分からないでしょうね。私の大切な子供たち、
私が必ず産むから待っててね。それまでママ頑張るからね。終わり。ちょっと赤ちゃんっぽい喜びから。じゃあいくよ。3、2。まあ、大人混じってた気がするけど。オッケーオッケー。